どうも、こんばんは、エネムです。今回も、インボークやっていくんですが、イベントで黄金の区域来ているんで周回していこうかと思います。やっぱりキャラ育ててると、お金なくなりますよね。で、まあ AA でいいんじゃないかな。ちょっと時間かかるけど B に比べたら。そうですな、アタッチメントそろそろ付け替えないと。最初リセマラしてなんか適当にストーリー進めながら埋めたやつなんでね。まあ何でもいっか。フレンドは多分最後また金木のスキル使ってさーって一掃するだけなんで、その金木のスキルで一掃できない時もあるからな。少し遊んであげよう。一回最終面で金木のスキル貯めるにはなんかここら辺で一回こんな感じでやってあげといた方が。ああ、2人だったのか。3人だったらもうちょい溜まったんだけどな。マジでこのゲームすぐ金なくなっから。ヤモリの存在感が半端ねえ。こいつさすぐスキル打つじゃん。ラスト、ヤモリ一発耐えるよねこれ。ヤモリめっちゃブレイクさせるから、その普通殴っただけでもブレイクしちゃうんだよな。これじゃあスキルたまらない説あるな。てか普通たまらんやろなこれ。たまって、あーたまらなかったか。まあしゃあない、一旦待とう。まあ1フロア目が今回2人だったんですけど、あそこが3人なら、今金木がスキル溜まってて打って終わりでしたね。スキル溜まるんでこれでシュッてやって、あ終わりですね。まあ1フロア目2フロア目の人数がランダムなんでね、多分そこで変わってきますね、最終面スキル溜まるかどうかが。悪く思わないでください。いや、ドロップもさ、あの黒ヤギの卵の本が売却したらお金貯まるのかな。あれがドロップする個数がさ、めっちゃ渋い時と、え、ここのステージこんなドロップするんすかみたいな。今3個じゃないですか。普通に6個とか10、ここ枠何個までいくのか知らないけどさ、見た感じ10ぐらいまでマックス落ちそうだよ。普通にさ、もう倍以上落ちたりさ、全然落ちなかったりする時あるんだけど、ばらつきありすぎじゃねみたいな。で、まあ、アタッチメントの方にあるこの黒ヤギの卵を売ってお金を貯めるっていう作業を、まあ、今日はしてますね。いやでも、12万なんてさ、2回3回合成させたらなくなるからな。いや、教習早くやりたいんですけど、これ多分あれですよね、いろいろ後ろに出てるけど嫌な予感がすんなちょっと嫌な予感がするんだが、このランキング。まあいいか。レイグルカルでさ、一番テンションが上がった時ってレイドが出た時だよな。あのレイド第1弾レイドがオールでさ、めちゃくちゃワクワクしたよな。で、多分ソシャゲで一番ワクワクした瞬間だったような気がする。はい、ということで今回は、お金稼ぎ黄金の区域でした。ま、金曜日になんかイベント来ると思う。リゼかな、リゼのなんか SR がドロップするだろうなんだろうのイベントは来ると思うんで、またその時動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。